はい、基本一人です。いつもありがとうございます。今日はね、9月5日ですね。午前10時半です。買い物に行ってきました。今日はね、母親がデイサービスに行ってていません。で、明日はですね、しげちゃんを、家に呼んでですね、3人でお昼ご飯を食べるということで、買い物に行ってきましたね。ということで、買い物の中身を紹介したいと思います。まずは業務スーパーでイカのリングフライですね。450円ぐらいだったかな。ちょっと忘れました。ちょっとね、今月特売で安くなってるはずです。あとは、いつものエアリアルですね。これは、しげちゃんと食べたいと思います。2つ買って、もう1つは、入院してる、次男用ですね。88円。小麦粉ですね。小麦粉もだいぶ高くなりました。1キロね、178円です。次に、クリエイトの薬局でですね、石鹸歯磨きっていうのを買いましたね。これはね、400円ぐらいの歯磨きなんですけどね、フッ素とか、あとね、研磨剤ですね。そういう余計なものが入ってないということで、最近は僕これ使ってますね。400円の石鹸歯磨き。シャボン玉石鹸から出てます。あとは3割引きの油揚げですね。まあ大体3割引きで60円ぐらいでしょうか。ビッグ富士と、ジェイエトピアにも行ってきましたね。まず、しげちゃんと食べるお菓子ということで、源氏パイですね。これがだいたい260円ぐらいかな。256円ぐらいでしたね。あとは、生わかめ。これが138円。多少高いけどね、我慢して買いましたね。トマト。これで300円ですね。ちょっと高いね。これで100円ぐらいがね、僕は、夏なんかはね、去年の夏なんかこれぐらいで100円で売ってたのね、結構買ったんですけど。あとは、これがちょっと安かったから買ったっていう感じかな。かぼちゃですね。1個丸ごと298円。まあ、買いましたね。で、あとはジェイトピアですね。ジェイトピアで、珍しくオクラを買いました。80円ですね、これでね。あとは、キュウリ。ちょっと、不格好なキュウリが100円ですね。あと、これが、まあ、一番安かったかな。ちょっと大きめのゴーヤが100円ということでね。買いました。ということで、まあ、明日はね、しげちゃんが来て、とんかつをやろうと思います。とんかつもね、業務スーパーの、ロースカツみたいなやつね。あるんですね、とんかつのやつがね、揚げてあるっていうか、パン粉のついたやつ。まあ、それをやってね、まあ、3人で食べようということで、その準備でいろいろ買い物をしてきましたということで。以上です。はい。はい、生ナスです。なんか今日ね、農協で買ってたんですね。B 級品のナスなんですけど、こんな長いのがね入ってました。全然気がつかなかった袋で、これ全部でこちらにもあるんだけど、100円でしたね。100円だったんだけど。これがね、混ざってたっていうのがびっくりしちゃいましたね。はい。母親からの報告でした。袋をね、開けたらね、こんな長いのが入ったよっていうことで、ビデオ撮れ、ビデオ撮れっていうもんだから、今撮ってます。以上です。はい。はい。基本処理です。いつもありがとうございます。9月18日月曜日、祭日ですね。午後2時ぐらいですけれどもね、
もう本当に9月も、半ば過ぎということでね、そろそろね涼しくなるはずなんですけどもね、相変わらず30度超えでですね、浜松もね、なかなかね涼しくないということで、本当にねタイから帰ってきてずっとね、この部屋にちょっとエアコンかけて引きこもってる状態がずっと続いてる感じですね。それでですね、ふと思ったんですけどもね、部屋の模様替えをねちょっとね、やってみようかなと思います。ここの部屋使うようになってからね、そろそろ3年ぐらい経ちますけどもね、ベッドとか、配置ですね、机の配置がほとんどね一緒なんで、ちょっとね、変えてみようか、ちょっと、ベッドの位置を南北ねちょっと入れ替えてみようか、ベッドのとテーブルですね、ちょっとやってみようかなって、ま、3日ぐらい前に、思ったもんですからね、ちょっとやってみようかなと思います。ということでやっていきます。はい。模様替えする前にね、現状を報告ということで、まあ、実際ね、あまり物も、多くないんでね、あまり変わってないんですけどもね、ちょっとやっていこうと思います。最近はね、結構ね、この小型スピーカー、こちらですね。これよく使ってます。前はね、あっちの部屋の隅にね、ずーっと置いてあったんですけどね、このスピーカーね、割と耳の近くにね、置いて、やっぱ聞いた方がね、音がいいということでね、ここの座椅子で、寝そべってる時はね、こちらに置いて、で、寝転がってる時は、ベッドの横に置いて、みたいなね、使い分けをしたらね、意外と音がいいということに気がついて、やってますね。あとは、奥の方にね、Wi-Fi の機械があったりとか、テーブルがあったりしますけどね。はい。窓側ですね。こっちが南側になります。そんなにね、ひどくね、汚すことはないんでね、だいたいこれぐらいな感じですね。部屋の散らかり用はね。それでですね、まずは、電灯と鏡とね、時計が、目覚まし時計が置いてある、南側のローテーブルと、ベッドですね。それをね、北側に、ちょっとね、貼り付けるような感じで移動させてですね、ノートパソコンとね、椅子が置いてあるテーブルですね。これをね、南側にこう貼り付けて移動させて、こう南北逆にね、左右対称で逆にするような感じでね、やってみようかなと思いますね。反転させる感じです。まあ、ついでに、掃除機かけてね、ちょっとやってみたいと思います。以前ね、コメント欄でですね、枕のすぐ、隣にですね、コンセントがあるんですね。なんか視聴者の方からね、コメント欄でね、なんか電磁波か何かの関係でね、あまりコンセントの近くに頭をね、まあ近づけて、寝るってあまり良くないんじゃないですかって言われたことがあったんですけどね。まあ気にせず寝てたわけですね。まあ今回ね、ちょっとね、真逆の北側にして、北枕になっちゃいますけどね、やっていこうと思います。
はい。ちょっとね、このまんまじゃと、ちょっとこの配置じゃ使えないんで、ちょっと雑巾でちょっと掃除しながらね、やっていきます。これもね、もうずっと一緒ですね。20年ぐらい一緒かな。まずね、ここに寝ながら読書ができるようにね、こちらに電灯を配置していきますね。こんな感じで。そしてこれはこのまんまでいいでしょう。こんな感じで、時計、鏡があったらどっかに、あ、鏡。そして、唯一全部レコード処分しちゃったんで、マイケル・フランクスのね、オブジェクト・オブ・ディザイアっていうね、AOR の名作ですね。80年代前半のね、こちら、ゴーギャンのね、絵でジャケットになっててね、僕が大好きなアルバムジャケットなんでね、引き続き、飾っていこうと思います。こんな感じかな。ね。で、あとは、冬用のスリッパ。あと、飲み物ですね。最近は、塩水ですね。これ水、塩水を、ここに置いてね。本当に夜でもね、喉乾いた時は飲むようにしてます。あと、エアコンと、停電とかあった時の、ライトですね。はい。出来上がりじゃないね。まだ。あとあった。電気を引っ張っていかなきゃいけなくて。この線ですね。で、ちょっと線の長さが足りないんでね。こちらの線を使います。どうしよう。こうしとこうか。こんな感じですかね。そういえばこの電気ね、この電気もね、実は買い替えましたね、昔のやつからね。で、結構気に入ってます。これ3000円ぐらいで買ったと思うんだけどね、いい買い物だなと思って。シンプルでね、使いやすくて、寝ててもね、こうやってこんな感じで、すぐつけられるんで、すごく、気に入ってますね、これ。買ってよかったね、Amazon だったけど。はい。ここのパソコンのテーブルもね、ちょっと配置を考えますね。こんな感じでいいかな。ちょっとね、カーテンがあるのがちょっと、圧迫感ありますけども。最近ね、あんまりパソコンね、使わなくなりましたね、以前よりは。で、電源を、まあ、ここから。結局ね、コンセントがね、結構当たってね、刺しにくいんでね、まずこちらの延長ケーブルですね。これを、なんとか、刺しておきますね。下にするか。下のところに刺します。で、これを延長したやつをね、ちょっとこう、パソコンのケーブルが長いんで伸ばして、こちらでね、中継していきます。で、これですね。電子カトリ中継して、で、椅子を上に置いてしまってね、そうすれば、足元はね、結構、すっきりなんで、これでできそうですね。パソコンもね。はい。こんな感じでいいんじゃないかな。あ、そうだ、思い出した。これですね。これ。LED 電灯のね、リモコンなんですね。リモコンとホルダー、これネジ止めしてありますけど、
このホルダーを北側に移動させたいと思います。一応これね、リモコン寝転がってね、消せるように、この辺がいいね、この辺。さあさあ、ここだからこの辺かな。これでいいかな。はい、こちらのねコンセントもね、かなりぶつかってたんですけどね、こちらの柱とね、この三つ股のね、折り曲げることができるやつと交換しましたんで、割と良くなりましたね。どうでしょうか。左右が逆なだけなんでね、結構使いやすいんじゃないかなと思います。本当にあのライトの位置とかね、全然変わんないんでね。はい、こちらもね、若干ねカーテンが、邪魔でね、圧迫感があるんですけど、まあそれほど気にはならないですかね。こちらで、特にね冬はね日差しが入っても暖かいぐらいなんで、こっち側にいた方が日差しが入るんでね、いいんじゃないかなと思います。ということで、しばらくね、左右逆転でちょっと生活してみようかなと思いますね。はい、どうでしょうか。まあ本当に南北ね移動させただけですけどね、なんかこれからの生活がちょっと楽しみになりましたね。まあ本当にね、僕の場合は物が少ないんで、簡単にできました。シンプルでいいですね。物が少ないっていいなと今回も思いました。はい、ということでね、今日から北枕でね、寝る感じになりますね。まあなかなか楽しみです。ね、北枕ってね結構縁起悪いとか言うんですけどね、頭寒足熱というね、ことから言えば、北枕は結構いいとかね。まあ僕はねあまり迷信は信じませんので、全然気にせずに今日から寝れると思いますね。そしてねついでにね、今まで報告し忘れたやつでね、ほとんど僕服買わないんだけど、 T シャツをこの夏1枚買いましたね。こういう M サイズの、前がこういう感じ、ちょっとね、派手な色ですけども、グレープフルーツなんて書いて背中に書いてある T シャツですね。ちょっと着てみましょうか。はい、こんな感じで着てきました。こんな感じですね。はい、まだまだ暑いですけどね、また10月になるとね、いろんなね浜松市のね近くでもね、無料のね野外の音楽のイベントがあったりとかね、ヤマハジャズウィークみたいなストリートジャズフェスティバルだとか、そういうのがあるんでね、また徐々に徐々に、今はね本当にエアコンの部屋に引きこもってますけどもね、外に 出たいと思いますね。ということで、最後まで見ていただきましてありがとうございました。基本一人でした。